熱くなれ。そうですね、久々のピッチで、まあ、少し緊張したのもあったんですけど、それよりも、まあ、サッカー選手としてまたピッチに戻ってこれたっていう幸せの方が大きかったです。そうですね、最初の、1週間ほどはすごく落ち込んで、まあ、本当に、まあ、ある意味こう大怪我、すごく大怪我したことなかったんで、まあ、それに対する絶望感っていうのはすごくあったんですけど、まあ、その後、まあ、あんまり気にしてても結局10ヶ月はかかるんで、まあ、それをもう切り替えて、まあ、すごく焦んないで、まあ、同じ時期にゾノ君も怪我してたんで、まあ、一緒に励まし合いながらやれたのが良かったなって思います。そうですね、まあ、家に帰れば息子もいますし嫁もいるんで、まあ、怪我のことを忘れられる期間っていうのがあったんで、まあ、それは良かったなって思います。僕的にはもう先週のジェフ戦あたりに初めて僕はちょっと動けるようになってきたなっていう風に感じたんで、まあ、それまでは正直ピッチ出てても、まあ、味方の足引っ張ることもありましたし、すごい苦しい時期が多かったんですけど、まあ、ここから、まあ、気温も下がりますし、まあ、チームに貢献できるようにいっぱい走れればという風に思います。あ、なんか嫁から聞いて知ったんですけど、まあ、けど良かったです。ありがとうございます。そうですね、もう昇格以外ないなっていうふうにも思ってますし、個人的にも去年、まあ、大怪我しましたし、その前も、まあ、苦しいシーズンを送っていく中でチームに貢献することはできなかったんで、まあ、今年結果を残して、まあ、昇格っていうのが一番やっぱ今の甲府にとって一番必要なことだと思うんで、そこを成し遂げられるように頑張りたいと思います。そうですね、周りの方々も温かいですし、まあ息子も嫁もまあすごく、まあ、子供を遊ばせやすい環境でもあるんで、まあ、僕個人的には気に入ってますし、まあ、これからまたブドウとかそういうフルーツが楽しみな地域なんで、まあ、楽しんでいければなっていうふうに思います。ベスト3ですか？いや、多分これ嫁に行ったら怒られるんですけど、カレーがすごい美味しくて、まあ家庭のカレーというかお店で食べるカレーよりもやっぱり美味しいのと、まあ、あとは豚汁はもう本当に付き合ってる時からすごい美味しく作ってくれたりしたんで、まあ、すごい僕の中ではお気に入りのメニューで、他なんすかね、出てこない。まあ肉じゃがはベタに美味しいですけどね。まあ多分嫁も肉じゃがベタに練習したんだと思うんですけど、まあ、美味しいです。はい、で子供とはもう同じような目線に立って一緒にじゃれ合って遊んでますし、まあ、けどお風呂も入れることはありますけど、基本的に嫁がすごいやってくれるんで、まあ僕が疲れて帰ってきたら集中できるようにいろいろやってくれるんで、まあそうですね、一緒に遊ぶことがまあ一番やることかなっていうのも思いますけど、いつもサポートありがとうございます。今シーズン J1 昇格して、まあ皆さんと一緒に喜べるように精一杯戦っていきたいと思います。本当にいつもありがとうございます。